海上自衛隊鹿屋航空基地で早ければ今月中にも運用が始まるアメリカ軍の無人偵察機が今日初めて姿を現しました。今後機体チェックのためのテスト飛行が行われる予定です。駐機場のちょうど真ん中あたりに無人偵察機が止められています。ホースをつないで給油をしているものと見られます。今日正午ごろの海上自衛隊鹿屋航空基地です。無人偵察機 MQ-9 が格納庫の外に出たのを確認できたのはこれが初めてです。無人偵察機の近くにはアメリカ兵の姿も確認でき、プロペラを回したりケーブルのようなものを接続したりして機体のチェックをしていました。このほか格納庫の中にはもう一機別の無人偵察機があるのが確認できました。またこちらはアメリカ国防総省が公開した動画です。格納庫の中でアメリカ兵が無人偵察機を組み立てている様子が撮影されています。動画の説明文には昨日 MQ-9 8機のうち1機の組み立てを始めたと記されています。無人偵察機は中国軍の警戒監視のため鹿屋航空基地に8機配備されるもので、1年間最大200人のアメリカ兵が鹿屋市に駐留します。今日はこの時間までに無人偵察機が実際に飛行することはありませんでしたが、九州防衛局によりますと鹿屋市が要望しているデモフライトとは別に運用開始前にテスト飛行も予定されているということです。運用開始は今月下旬以降とされていますが、具体的なスケジュールはまだ発表されていません。